どうも、ライオンです。いやー、毎日暑いですね。そして、熱く盛り上がってるといえば今は、こちら、ゾイドワイルド。ね、これは以前の動画でもちょっと映してた、ワイルドライガー。Z キャップの方をね、特典のフリーダムブルーに取り替えたやつでございます。さあ、ちなみにワイルドライガー私、2つ購入してまして、もう一個の方はデスメタルブラックの Z キャップが、ついていたので、そちらを取り付けるワイルドライガーを、思いっきり今度は塗装をしてみました。それがこちらになります。こちらになります。はい。まあ、いつものね、色の取り合わせ、マスト DJ ライオン風カラーですね。使ってる塗料ももう本当にいつもの缶スプレーです。はい、主に、まあ、外装の部分ですね、マットブラックと、あとはこういった この部分ね、なんだろう、放熱板みたいな、ここを、あと爪か、ガンメタルで。うん、骨格のパーツが、成型色ガンメタなんで、まあ、それも活かしつつみたいな。そんな感じです。あとはグリーンは、キャンディーライムグリーンですね。あ、そうそう。牙の部分。これ、シルバーで、はい。前もこの4本はスプレーだったんですけど、後ろは筆塗りで塗ってみました。ちっちゃいところなのでね、ちょっと、ぺちゃっと仕上げちゃいました。はい。まあ、ゾイドって動くね、キットなので、ちょっと塗装とか難しいのかな、とかって思ったんですけれども、やってみると、うまくいったかなと。まあ、パーツごとの色分けぐらいしかしてませんし、うん。まあ、簡単にやったものなんですけども、その、稼働に、干渉するようなこともなく、出来上がって、個人的にはほっとしております。まあ私はあまり塗装得意じゃないからね。一番個人的に、気になったのはここの縦紙クローの展開するギミックの部分ですね。これだけはすでに組み立て済みのパーツになってて中にギアとかが入ってて、まあベンチボックスの開閉に使うプラスドライバーがあれば、分解できるんですけれども、まあ多分こういうの開けちゃったら、なんか、メーカーの保証とかが効かなかったりとか、すんのかなとか、ドキドキしたり。あと、ね、一回バラすと、このボックスの中の組み立て方は、ね、説明書に載ってませんからね、復元書に載ってませんからね、若干そこは緊張は走りましたけど、でも、割と単純な作りだったので、元に戻せましたし、問題なく、動きます。はい、じゃあちょっとその動いてる感じを、ね、お見せしないと。首が下がっていて、ワイルドブラスト。はい。ちなみになんか飾っておくときっていうのは、このワイルドブラスト状態で首を一段以上上げておくのが良いらしいですね。すると、ここのバネとか、あとこの、ワイルド、なんだっけ、縦紙クローを引っ掛けてるパーツに変な癖がつかない。いわゆるこうテンションかかり続けないのはこれがいいらしいです。はい。なわけで、今回はワイルドライガーね、塗装してみたよっていうやつをお披露目してみました。はい。組み立て自体がね、すごく簡単ですし、もうちょっと手を加えたいなーなんて思った人は、ぜひぜひ、塗装も、私全然下手くそなんですけど、そんな大した機材もないんですけども、缶スプレーで、簡単にできましたし、気軽にオリジナルカラーの、相棒ゾイドを作ってみてはいかがでしょうか。みんなもゾイドワイルドやろうぜ。